日本けん玉協会です。今日ね、ここからステージがスタートしますのでね、トップバッター務めさせていただきます。よろしくお願いします。もしね、今何かね、夢中でやってるお子様以外は、ぜひちょっとこちらに集まってきてください。今からショーが始まります。はい、じゃあもうちょっとどんどん始めていこうかな。はい、我々はですね、ちょうどね、皆さんから向かったら右手ですかね、の真ん中あたりでけん玉ブースになってます。来ていただいたね、皆様にけん玉で遊んでいただいて、そしてけん玉販売もやってます。そして Q のね、認定証も発行してますので、ぜひね、チャレンジしていただけたらと思います。必ず何 Q っていうね、認定証、漏れなく、全然できなくてもね、大丈夫なように、暫定級もありますので、必ず皆さん何かお持ち帰りいただき、9の認定技、一番最初のね、10級っていうのは大皿っていう技がね、10回中1回でもできたらもう10級合格できます。来ていただいたらね、私らやり方を教えますのでね、ぜひ覚えてもらったらと思います。一番大きいお皿に、1回でも乗ったら、成功ですね。はい、やってもらいましょう。はい、大皿はじめ。はい、できましたね。はい、はい、素晴らしいですね。はい、99になったら今度ね、反対のお皿、小皿ね、ちょっとだけ お皿ちっちゃいんですよ。で、小さくなったらね、難しく、乗せるの難しくなります。ちょっとやってもらいましょう。はい、99に必要な技ね、小皿。はい、目、はい、余裕で乗ります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次どんどんね、新しい技やっていきます。中皿ね、中皿、一番ね、中皿、名前は中皿ですけど、一番ちっちゃいお皿になるんですけどね、この真ん中のお皿、中心のお皿の中皿です。これ乗ったら8、9です。はい、やってもらいましょう。はい、どうぞ。はい、大丈夫ですね。はい、さすがね、失敗しませんね、有段者ですね。はい、次、7、9、ろうそくっていう技です。ろうそくはね、この剣先、ここをつまんで、中皿に乗せる技です。バランスがね、大変ですね。はい、7、9、ろうそく、はじめ。はい、できました。はい、素晴らしいです。はい、どんどん行きましょう。はい、止め剣です。ね、いわゆるこの突き刺す技ですね。まっすぐ上げて突き刺すと止め剣。これできたら6球です。はい、止め剣、始め。おっと、緊張してますね。はい。はい、できました。素晴らしい。はい、どんどん難しくなっていきます。5球、飛行機。弾を持ってね、突き刺してやる技ですね。はい、難しいです。やってもらいましょう。はい、飛行機、始め。はい、余裕ですか。はい、今度ね、4球はね、振り剣ですね。止め剣はまっすぐ上げて入れました。振り剣というのは球をね、くるーんと1回転させて入れます。はい、振り剣、はい、始め。はい、素晴らしい。はい、次3球、ここからね、連続技ですね。連続技ができるとかっこいいです。日本一周、小皿に乗せて、大皿に乗せて、剣に刺すという連続技ですね。はい、日本一周、始め。はい、日本一周成功です。はい、次、世界一周。世界一周というのは、さっきね、さっきは大皿と小皿乗せました。これ中皿乗せてなかったですよね。世界一周というのは、一つの持ち方で全部のお皿に乗せて、最後剣に刺します。はい、世界一周、始め。おっと、難しいですね。まあ、これね、穴をね、どうやって最後させるようにコントロールするか。はい、うまいですね。はい、で、最後1級ですね。今日ね、普通に来て認定してもらえる中で一番最上級の1級は東大です。東大、静止技っていってね、ちょっとグラグラする中途半端な形で3秒間ピタリと止めるという技です。東大というね、こういう形でね、乗せてやります。はい、東大、はじめ。はい、1、2、はい、成功です。はい、最後ね、あと1級になるためには、もし亀、皆さん聞いてくださいね、もしもし亀よってね、ちょっとやってみてください。これがね、あと50回できたら1級合格っていう形になりますのでね、ぜひ、皆さんね、チャレンジしに来てください。はい、ありがとうございます。